YouTube チャンネルマーシーの部屋をご覧の皆さん、どうも管理人のマーシーです。今回はですね、自分が当時、大阪でバンドをしてた時の、2000年から2000年、7、8年後半あたりぐらいまで の活動時期に関わったバンドさんや友達 のバンドの CD とかがね、家に結構保管してあったんで、自分がバンドしてた時の当時を振り返りながら、そのバンドさんを何回かに分けてちょっと紹介していきたいと思います。でちょっともうね、十何年前の話なんで、ちょっとね、記憶が定かじゃないところもありますけど、まあせっかくなんで、自分の話だけじゃなくて、当時こういう大阪のそのまあなんていうんですか、バンドシーン、まあちょっとそんなに広くはないですけど、僕が関わったシーンは広くはないんですけど、こんな感じだったよっていうのが皆さんにお伝えできればなと思いまして動画撮ってます。はい、では早速ちょっとバンドさん、今回紹介する一発目のバンドさん紹介したいと思います。バン、はい、マシラになります。漢字でね、猿って書いてね、マシラって読むんですけど、はい、マシラっていうバンドです。でどうしてね、このバンドを一発目に選んだかっていうと、僕が、バンド活動、大阪でバンド活動をするには絶対外せないバンドでして、でそのこのマシラでドラム叩いてた岡ちゃんとは田舎の島の同級生を介して知り合うんですけど、この岡ちゃんにいろいろとそのまだバンドやってなかった自分をマシラのライブに連れてってもらったりとか、岡ちゃんの仲間、友達のライブとかいろいろ連れてってもらったりとか、でその後打ち上げとかも参加させてもらったりとか、あとバンド内のその忘年会に呼んでもらったりとか、そうそういろいろね、よくしてもらって、で僕も当時そこでバンドメンバー探してたんで、そういうところに行って顔を売る機会を結構作ってもらった、結構すごいお世話になった先輩です。まあこのマシラもね、まあきっかけはそんな感じですね。はい、あ、そうそう、マシラのメンバーちょっと紹介しておきます。メンバーがですね、ボーカルのアツシさんで、ギターのオリちゃんで、ベースがオリちゃんの弟のミッキーさん、ドラムがそのオカちゃんで、出してる音が、まあ割とパンクに近い、まあベースは多分パンクだと思うんですけど、だけどなんていうんですか、全曲通してね、メロディーがあってキャッチーです。だからなんていうんですか、その初見、まあ、パンクだからつって敬遠しがちな人たちとかでも全然普通に聴ける曲です。今多分流れてると思うんですけど、歌詞もね、日本語だし、まあ、当時はね、結構割と英詞が流行ってたんですけどね、メロコアブームっていうのもあって、僕らが20代前半の頃っていうのはね、ハイスタとかが流行ってた時代とかでもあったし、いわゆるエアジャム世代、エアジャムに出てたようなバンドさんはほぼほぼ歌詞英語だったんで、まあその英語で歌ってるバンドが主流やったんですけど、まあ僕らもアンチのファーストはほぼほぼ英語ですけどね、英詞なんですけど、まあだけど歌詞もね、日本語だし、まあ聞きやすいし、そうそう、とっつきやすいというか、まあ初見でも全然聞けるんじゃないかっていう感じの、音でしたね。はい、結構割とね、オリちゃんのフレーズっていうか、ほとんど多分オリちゃんが作曲してたと思うんですけどね、ギターのオリちゃんがね、だけど多分結構ギターとかも結構独特でね、面白い手技というか、そういうのを使ったりとかして、結構その辺も結構飽きさせない感じかな。この CD10 曲入ってるんですけど、まあ、割と10曲ともちょっと色があって、全然1曲1枚通して聞き飽きないアルバムです。はい、でね、結構ライブもね、お客さん結構入っててね、マシラ結構人気ありましたね。まあ意外とパンクスの兄ちゃん姉ちゃんも多かったけど、意外となんか普通の格好をしてライブハウスとはなんか疎遠な感じの人たちも結構来てましたよ。まあ、ウリちゃんもオカちゃんも顔広かったですからね。本当に。まあ、いろんなところからお客さん呼んできてたし。で、忘れもしない、その、マシラを初めてライブで見た時のイベント、クラブウォーターで見たんですけど、まあ、人の縁って面白いですよね。その時初めて見たイベントの出演バンドと後々、またいろいろ繋がっていくっていうね。これもなんか、まあ、縁って面白いですよね。またその出てたバンドさんの CD とかも持ってるんで、また後々話していこうと思います。はい、でマシラのね、ライブで一番印象に残ってるっていうか、まあやってたイベントか、イベントで覚えてるのがね、2000年前半なんですけど、ちょっと詳しい年までは忘れちゃったんですけど、大阪の梅田でやったクラブダウンっていうライブハウスというか、クラブ
で行ったあのオールナイトのイベント、ロックンロールサイクロンっていうイベントがあったんですけど、あれは今でも覚えてます。はい、出演バンドも多かったですしね。で結構パンクに限らずミクスチャーとか、うん、あとギャルバンとか、その辺もね、あのバラエティに富んだ感じのバンドが出てて、うん、あれ面白かったですね、うん、今でも覚えてます。でその同時期、同じ日にあのゼップで確かスリップノットがセカンドのアイオワのツアーでゼップ大阪で3日連チャンのライブしてたのかな、うん、そのオールナイトのイベントのイベント名が、あのロックンロールサイクロンっていうイベント名だったんですけど、本当にその台風が来てた中そのイベントが行われたっていうね、うん、なんかあれも面白かったですね。だから印象に残ってるのかな、覚えてるのかな、そういうのもありました。結構ね、割とそのメンバーミキさん、ベースのミキさんはそうでもなかったんですけど、あのメンバー結構みんな飲み寄ったんでね、あの結構ね酔っ払ってグダグダのライブも何回か見たことありますそれもいい思い出です。はい、特にあのボーカルのアツシさんがベロベロで酔っ払ってるライブとか結構ありましたねそう、うん、そういうのも覚えてます。はい、そうそう。でもう一枚ね CD があるんですけど、うん、これはねちょっとデモみたいな感じなんですけど、この時はちょっともう岡ちゃんはちょっとサポートのドラムちょっとやめちゃって、ドラマは岡ちゃんじゃないんですけど、たけし君、うん、たけし君とも結構なんか遊んだ覚えがあるな。結構飲み会とかコンパとか一緒に行った覚えがありますね。この時の曲はあのこのこっちで入ってる曲の、アレンジ版2曲とインスト2曲と、負け犬2曲という新しい、新曲が入ってます。これはね確かあのペットって、バンドがいたんですけど、ペットがあの大阪活動拠点を大阪から、東京に移すって時にベイサイドジェニーってところであのお別れ東京行ってきますライブをしたんですよね、イベントで。その時にマシラもそこでベイサイドに出てて、その時にあのなんか先着順で、無料配布したデモ CD、まあ、マシラもその時出番一発目やったから、うん、そうそう早めに行ってこのなんかデモがもらえるってことで、これをもらうために早めに行った覚えがあります。これね結構、この CD とか買ったりそういうこういうデモとか集めるの結構まあ趣味みたいなところもあるんで、うん、そう気に入ったバンドさんのやつはね、買ってでも欲しかったタイプの人間なんで、はい、そうだから今でもこう大切に保管してます。はい。まあ、だけどね、まあライブとは全然関係ない話ですけどね。うん。マシーラ結構打ち上げも参加させてもらって、プライベートでも結構一緒に飲みに行ったりとか。でやっぱり最寄りの駅がね一緒だったっていうのでやっぱ岡ちゃんとはねすごいなんて言うんだろう、プライベートでもよく飲みに行きました。うん。あ、行ったな本当。で僕がアンチエレメントで活動してた時もそのアンチエレメントをどうしていったらいいかみたいな感じのもなんか相談したりとか、まあいろいろ助言もらったりとか、たまには口論したりとかありましたね。うん、一緒にコンパ行ったりとか、飲みに誘ったり誘われたり、うん、すごい飲み仲間であり、本当だけどもう年も結構離れてるんですけどね僕と、まあだけど結構いい兄貴分でしたよ。うん、そうそう。だから大阪に来て一番初っ端に知り合ったバンドマンでもあるし。で大阪離れるときに空港までバイクのケツに乗っけてもらって、空港まで送ってもらって最後見送ってもらった人でもあるかな。本当に今頭が上がりません本当に、うん、まあ、これちょっとバンドと関係ない話ですけどね、うん、まあだけど本当にこの、 初見の人でも結構キャッチーで聞きやすいロックだと思います。ロックパンク、まあそれは聞いた人に委ねますけど、うん、まあ、俺は全然好きです。もう音源自体もね20年ぐらい前の音源ですけどね、今でも全然聞けますしね、古臭くないっていうか、うん、まあ、あくまで個人的感想ですけど、うん、うちの子供にも聞かせてますってな感じですかね、うん、私マーシーの当時の思い出話一発目はマシラでした。どうしてもねこのバンドは紹介しておきたくて、はい、一発目にしました。はい、てな感じでですね、こんな感じで、当時の、バンドの、その仲間、友達のバンドの音源紹介しながら、思い出話なんかこう、またちょこちょこ喋れていけたらなと思いますね。また何回かこういう感じの回やりますんで、興味のある人はまたぜひとも見ていってください。で、ここまで見てるってことは最後まで見たってことだと思うんで、最後までご視聴ありがとうございます。
まだですね、毎度毎度お願いしております。チャンネル登録の方もしていただけるとすごいありがたいです。はい。まあ一つのジャンルというか、まあ基本音楽ネタを発信してるんですけど、まあそんで以外の話、こういうダバナシだったりとか、本当ね、息子の成長記録とかね、結構もやりたいことがあれもやりたいこれもやりたいみたいな感じで、もう全然ジャンルがとっ散らかってね、今回こんな動画だったのに次見たら全然違う動画だったりっていうのが多々あるんでね、まあいろんなことやりたい人間なんで、まあその辺はご了承ください。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回の動画はこの辺でちょっとおいとまさせていただきます。ではマーシーでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。